こんにちは、速稼塾の久保です。ちょっとこんな時間なんでね、まだ顔も洗ってなくてすいません。顔洗って出なしてこいって言われそうですけども、今回メンバーシップへの登録の方法を お伝えしますんで、ご覧いただければと思います。実はね、パソコンでしたら素直に動画の下にメンバーになるっていうのがあるんですけども、この iPhone とかね、タブレットだとないんですね。ないんで、ちょっとひと手間必要になってきます。でそれをこれから動画でご案内しますので、私がiPhone じゃないんですけどね、iPad でやってますから、iPad でやってる通りにやれば、iPhone で同じような作業をすれば、メンバーシップに入る、そのキーが出てくると思いますんで、よろしくお願いします。それでは、これからも、頑張ってね、放送しますんで、楽しんでいただけるようにね、やりますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。こんにちは、速稼塾の久保です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回はメンバーシップの登録方法なんですけども、先ほどの URL でパソコンからのやり方はご案内できたと思いますが、今回はですね、スマートフォンとかタブレットからの方法ですね。実はね、スマートフォンから、そしてタブレットからですと、素直にメンバーシップに入れないんですよ。ですんで、こういう方法を取ります。これ、今私の iPad なんですけども、ご覧いただけます。サプリメントとか映っちゃってますね。この動画があるじゃないですか。で、私の動画これですよね。ちょっとこれ押しますね。はい、おはようございます。なんか喋ってますけども、一時停止しました。で、こっからなんですけども、この動画の下にメンバーシップになるっていうところがあるはずなんですけども、出てないですよね。実はね、ちょっとした作業がいるんで、これからやってもらえます？この下に高評価、低評価、チャット、共有、オフライン、保存ってコマンドがありますんで、共有ってのを押します。そうすると下にこういう丸いのがね、いくつか出てくるんで、コピーってのを押すんですね。で、これでコピーできましたよね。この動画の URL がコピーできたわけなんですよ。で、これを一旦閉じていただきます。で、iPhone でしたら、サファリっていうのがあると思いますんで、サファリっていうブラウザを立ち上げますね。で、ここの URL を入力するところを一旦消していただいて、先ほどの、この、コピーしたものを、このペーストして開くって2つのコマンドのうち、ペーストして開くを押してください。はい、そうするとね、先ほどの、おはようございます、速稼塾の久保です。私の動画がカップラーメン出てくるんですけども、食べました、ありがとうございます。一時停止にならないですね。4個、まあ、コピーペーストしてペーストして開くっていうコマンドやると、こういうふうに私の動画開きますよね。これがね、パソコンで見た感じになるんですよ。そうするとここにほらメンバーになるっていうのが現れるじゃないですか。これ iPhone でも同じだと思いますんで、メンバーになるチャンネル登録ってありますけど、メンバーになるっていうのをちょっと押していただければメンバーシップになれると思います。